4人目を終わってルーマニア、そして2位にアメリカ、3位に中国が上がってきて、どうやらロシアが手元の集計ですが4位に落ちています。はい、中国のパク選手が段違い平行棒やってますよ。楽しみですよ、はい、大きな技が出ます。そうですね、これ、はい、成功しました。素晴らしい。女子の段違い平行棒で初めて見せる技、ゲイロード。トカチフですね。この車輪から降りはスワンダブル決まりました。はい、もう伸身宙返りの2回、伸身の2回宙返りですけども、もう完全に体がまっすぐのままもう回ってますしね、素晴らしいですね。チーム最年少の15歳バク・ケイラン、広島アジア大会では各種目にわたって金メダルを取りましたが、この技、はい、ゲイロードですね。男子の選手でさえ難しくて、なかなか取り入れている選手少ないぐらいですからね、今コーチがびっくりしましたよ。よかったっていう表情を見せました、はい、これで4人目までで、中国がロシアをどうやら抜いてですね、そうですか、3位に上がってきまして、このバク・ケイランの得点によっては、はい、さらにアメリカを捉えようという感じになるでしょうか。しかしアメリカも非常に跳馬で高得点を出しています。いいですね。追い上げます。メダルに向かっています中国。